さあ道の駅出ましたんで、ゆるゆると帰りましょうかね。まあ高速乗ってしまえばもう、まあ、帰るのはすっと帰れるんですけど、それだと楽しくないので、どっか琵琶湖あたりを撮影できるといいんですけどね。公園みたいなのないのかな。入りそう。ちょっと写真撮ろう。てか書いてあるね、ゆっくりすっきり相模街道。ゆっくりは分かるけど、すっきりってなんだ。すっきりってなんだろうな。わ、大仏でっけえな。これはでも晴れた日に、それこそオープンカーとかだと気持ちいいだろうね。長浜城ってお城があるのか、はあ、この先行くとお城あるみたいですね。これなんでみんな右車線走ってんだろう。なんでだ。まあいいか、自分はこの湖沿いを走りたいんでね。とりあえず左車線なら問題ねえか。来た。ここからもう完全に琵琶湖沿いですね。キワキワ走ってきますね。おー、ちょっともやってるけど、あー、この湖沿いは綺麗だね、うん、なんでこれもやってんだろう。8号線に出れるみたいですけど、まあ、今回はできるだけ琵琶湖沿いを走って帰りたいんで、のんびりこのまま行こうと思います。セミがさっきから鳴いてるな、ずっと。セミがなんかこう涼しげな感じを邪魔してる感じあるな。なんでこのセミの鳴き声ってこんなあれなんですかね、こう暑さを増長させるようなこのね鳴き声なんですかね。琵琶湖沿いずっと走ってるんですけどね、全然見えねえよ琵琶湖。なんだよこれ、もうちょい見えるといいのにな。これ全然見えねえよ。で、なんか暗くなってきたね。これはあれか、雨降ってんだね向こうね。これ雨降ってんでしょ。あ、だからこれもやってんのか。そっか、しょうがねえなこれ。でもそうなってくると明らかに暗くなってきたもんなこれ。こんな変わる。さあ琵琶湖沿いよ。入り江みたいな、入り江って言っちゃうとあれか、ちょっとくぼんだところをぐるっと回ってますね。いいんだよかな。これ右手は今来たとこなんであれですよ。これ左手今から帰る方向はもう持ってますね。絶対降ってるなこれ。あ、風が強くなってきた。動画になってしまうかも。困ったな、どうしようかな。
で一旦動画締めようかな。はい、今回ね、一応初っ端は、どこだっけ、岐阜県の夫婦滝っていう滝をまあ取りに行って、でその後まあちょっと琵琶湖見たいなってことで、こう琵琶湖の方に来たら、まあ、このありさまという感じなんですが、まあ例えば私の車のね、オデッセイのアブソルートの RB3 の場合であれば、ガソリン満タンにして、まあ、出たんですけどね、で結構山登ったり降りたりしてますけど、まだガソリン半分以上残ってるんでね、結構燃費走行すればそこそこ走れるし、まあ日帰りでねどっか行くっていうのにも、まあいい車だなっていうのはちょっと感じましたね。なので、まあ、最近はね Google マップとかでもこうね調べていけば、なんか大体何キロぐらいかなっていうのこう出るじゃないですか。でああいうのを見ながら自分の車が最大どれぐらい走れるのかなみたいなところをちょっと考えつつ、まあ日帰りでね戻れるコースなんかをこう探すと、意外とね遠くまで行けるんですよね。別にね、まあ日帰り、まあそうね、別に途中で給油してもいいですけどね、やっぱりまあ自分が普段入れてるスタンドとかの方が、ね、安く入れれると思うんで、まあ、そういうことちょっと考えれば、ガソリン満タンにして家出る前にね、満タンにして、でどこ行こうかなっていう風なことを、まあ、考えるってのも楽しいかもしれないですね。最近の私のドライブはそういう感じで、ルートっていうかコース行き先とかも決めてますね。で大体日帰りでもう帰るようにしてるんですけどね、まあ、できればね、このご時世のこと考えれば、まあ、どっかでね一泊してちょっとお金を落としていくっていう方がいいんでしょうけど、なかなかこう泊まるとこ探すのもちょっと、時間がかかるっていうのもあって、自分が行きたいところの近くに、まあね、すぐ近くに泊まるとこあればいいんですけど、まあ、ない場合とかは、まあね、ちょっと離れたところで泊まった場合に、じゃあそこからどこ行こうかみたいなのをちょっと考えなきゃいけなかったりね、とは言いつつもね、今日なんかはもう行き当たりばったりで、おおよそここ回ってこうかみたいな感じで出てきたんですけどね、まあこれからねまた、休みにね連休なんかもちょくちょくあると思いますんで、日帰りでドライブっていうのも楽しいですよ。ぜひ出ていただいたらよろしいんじゃないかなと思います。車だったら自分で好きなとこ行けますしね、で疲れたらたまりゃいいし、走りたいなと思ったら走ればいいしみたいな、結構気ままに動けるのもこの車でドライブしていくってことの面白さというか予算でもあると思うんで、ぜひね興味のある方はドライブしていていただくと、楽しい一日が過ごせるんじゃないかなと思います。ということで、もう多分声聞こえてないかもしれないですけど今回の動画はこの辺で終了したいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。